やーハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人ハマーです。はい、現在7月10日日曜日の午前2時20分ですね。はい、ただいまですね、リコリスリコイルの2話ですね、見終えてアップロードを終えましたね。ここからエンゲージキスの2話いきたいと思います。ディアニメストはですね、はい、では自己紹介。僕らはマジラジオ芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしたハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段主に子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響で全ての仕事を奪われ、3月に87連休、4月には26連休、5月に40連休、はい、現在45連休確定の今日は43連休目と、仕事収入一切ありません。不安しかありません。貯金でなんとか生活してます。そんな中でね、一生懸命この YouTube 活動をやっておりますけども、残念ながら再生数もチャンネル登録者数もほんまに伸びず、もうほんまにしんどい、やめたい、苦しいと、まあこう言いながらもね、なんとかやっていけばいつか花咲くやろと、そう信じて一日も休むことなくアニメのリアクション動画を投稿し続けて、なんと836日です。ありえない数字ですよね。はい、まあ、いつか必ず花咲かせたろうと思ってますんで、ぜひとも皆様の応援よろしくお願いします。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、 SNS、 各種 PV、 プロフィール、すべて説明文にありますんで、ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画再生リストに作品別にまとめてます。はい、今年の9月にどでかい発表があるんでね、ぜひとも驚いてください。では行きます。3、2、1、スタート。キサラが前回合鍵もらって嬉しそうでしたね。まあ、クズヒモ男と悪魔少女のラブコメみたいな感じですよね。さあ、前回オープニングなかったですからね。あ、最後に流れたか。さあ、これ夕霧親子ですよね。秋野と綾野だったかな。めっちゃ軽快なオープニングやな。これがはるかさんや。先生、誰かでスクランブル。しましたね、2人。あー、前回のホテル倒壊か前回この2人のせいやしね。ね、大引きのやつね。
これ全部もやしか。キサラはこんなやつのどこがいいんや。あ、これオープニングのシーンやな。いつも俺がいるの中で知った言葉です。誰やこれ。ハチスカ。市長の息子ないね。スルーされたな。ハチスカミハエルね。なかなかのうざさだね。やろうか。揺れとるな。これは終わったな。あ、フォロワー一人で綾野かい。
もうこれ鹿島義人ってのが悪魔付き。市長が隠蔽したのこれ。あ、木の絵ね。マイルズ。ああ、キサラか。持って帰るのか。5歳の息子ってこと？おお、なあこれ。つまり悪魔代理人というのを探さなあかんってことかな。
メリッサ。相変わらずクズっぷりやな。お、箱ごと。メリッサ。これが鹿島、よしと、よしき。ほう、あ、もうこれキサラが、ああ止めに行ったか。ほんで市長が隠蔽したのか、その前回のタワーの倒壊も。おお。なかなかサービスシーン多いね。多くはないか。この動画あったぞ。ほんまにある動画やん。
生け捕り。前金全部飛ぶやん。前金というか今回のギャラが。なんで知ってんねん。早っそんな一瞬で届くのこれ。いやいや、あれか、早っ。七尾あかりさん、ほうほう。そのビスクドラ恋ですのエンディング歌ってましたね。いねえしゅう。わずかなひどい対象なんやそれ。はい、ってことで、終わりです。ちょっとマイルズとその週の会話ちょっともう一回用期間と言ってことはよう分かりませんでしたが、今回出てきたのが8スカミハイルやったっけか。ちょっともう一回キャスト見させてもらいます。あの市長8スカやったっけ。そうね、8スカやね。
ミハイル、あ、愛坂亮太さんね。姉が内田彩さんと大西沙織さんか。ほう。マイルズ・モーガン、松田健一郎さん。うん、知らんな。で、はい、まあ、どうやらその、最初ね、前回その倒壊したタワー、うまいこと隠蔽したな、誰が隠蔽したんかなって思ったら市長やったのね。で、それが、まあ、ミハイルの親父ということで、まあ、ちょっと何うざいですね、ミハイルね。うざいというか、なんというか、痛いですね、非常にね。女子全員にスルーされる。で、その、キサラの同級生たちは、どうやら、シューのことを、DV 彼氏と思ってると。まあ、あながち、間違いではないかな、その金貢がせてるから。DV とはまたちゃうけどね。ちょっとキサラ、どこが好きやねんって、ほんまに疑問なんやけど、まあ、やるときやりよるからなんかな、シューが。で、あと、その、シューが、どうやら、綾乃さんに仕事をくれみたいなことを頼みた。あそこ、えらいサービスショットでしたね。あんな細かくこう、ね、胸をプルプル揺らすのって、すごい、なんか、難しいんじゃないのか。そんなことないんかな。うん、まあまあ、それはええとして。で、まあ、せっかくこう、仕事をね、お母ちゃんに聞いてくれようとしたところで、まさかの、キサラの SNS の投稿を見た。前回フォロワー一人やりたけど、綾乃かい。これなんで綾乃はフォローしてんのかな。やっぱそのシュートの生活を見張るため、なんか。うん。で、まあ、今回はその市長暗殺計画ですか。その25周年記念のなんかでね。の、まあ、護衛みたいなことをするけど、その悪魔付きがどうのこうのとか、悪魔代理人がどうこうという話ちょっとよくわからんかったんで、この後ちょっともう一回見直しますけれども。で、警察は、なんとかという悪法によって悪魔たちに手が出されへんみたいなことを言ってましたね。で、あと鹿島、よしとやったっけが、あの悪魔の何正体な。ちょっとその辺ようわからなかったです。鹿島なんとか一体何やったんかなと思って。で、まあ、どうやら、人間の心を持ってるかどうのこうの言うてましたね。で、気になるのは、その、衆の家族のことも隠蔽した。何があったんやろね。だから、どうやらこの、今回の、なんだっけ、サブタイトルは、欲望に浮かぶ島。っていうのは、もう、市長の欲望のままな島っていうことかな。なんか、いろんなことを隠されてる。何が楽園やねんと。で、キサラですら言うてましたもんね。うん。今回生け捕りにした悪魔が一体どういう扱いを受けるんやろうか。その悪魔代理人とかいうやつを、要はその、炙り出すための、なんかに使うんかな。もうちょっとそれがようわからんかったけどね。うん。まあ、燃やし生活はまだまだ続くと、最後まさかトラックに引かれた悪魔がボコンってなって、どんなおっちゃいねん。うん。で、なんか配達人の声も聞き覚えあったけどな。あ、釘宮理恵さんや。それは聞き覚えあるわ。どこに釘宮さん使ってんねん、これ。すごいな。うん。はい、まあまあ、ということで、ちょっとね、キサラとアヤナの、なんでしょうか、バトルも面白そうやね。エンディング良かったですね。うん。まあ、新感覚のラブコメやってことで、非常に楽しみです。で、ちょっとね、アヤナさんも、キサラも可愛らしくていいですね。くっそ、シュウメ。はい、あ、すいませんでした。はい、ということで、エンゲージキス2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから興味のある方は切ってください。もともとここはね、僕が一人暮らしをしてたワンルームの家なんですけども、16年8ヶ月で一人暮らししてましたが、2017年9月28日、うちのね、母、東京に住んでましたが、ちょっとね、事件に巻き込まれて、すっからかになっちゃいましてね。で、もう住めなくなって我が家に来ました。故に、アニメリアクターとしては僕はすぐそこで寝てますから、こんなこともしないとね、声出せません。ちょっと前まで風呂場行ってましたけど、やばかったですというね、いろんな試行錯誤して苦労に苦労を重ねてやってきてるんですけども、残念ながら836日やっても結果はね、出ず。もうそれが嫌になってね、4月25日一度メンタル行きましてね、やめますという動画を出したんですが、思いのほかね、多くの方が応援してくださってるということが分かりましたんで、再生数少なくともね、感謝の気持ちを忘れていかんと。気づきましたんでね、いつもご
視聴いただいた皆様、ありがとうございます。はい、ただ僕がね、パフォーマンスをしている姿、本来の姿を見ていただきたいので、できれば過去のパフォーマンスという再生リストから一つでもいいんでね、ぜひ動画見てやってください。そして、いつの日か生でショーを見に来ていただけることを願っております。で、そのために僕を知っていただきたいので、ぜひ説明文を見てください。そして、よかったらホームページ見てください。お仕事のご依頼、いつでもお待ちしてます。そして、9月に驚いてください。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜尾でした。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、失礼します。